いい笑顔アバター トイレかな、ま、ちょっと待ってこれ違和感じゃなくてこれバグだろ、バグ禁煙ガチ勢よっぽど喫煙者に恨みあるんだろうね。おいお前あっち向いてほい左、はいバカー、よし俺の勝ち。どうしたの、いいことあったんだおじさん、昇級しだ。挟まってんねこれ、完全に挟まっちゃってるね。これね、中国とかではよくある現象らしい。迷子ですか？さっきここにおじさんいたんですけど、見ませんでしたか？おじさん来ないんだね。まあ、一旦引き返すか。うわぁ！キモすぎ、さっきな。あれ、襲えてないかな？あ、まあ、今回は、8番出口っていう、最新作コラゲをやっていきたいと思います。こんにちは。どういうゲームかっていうと、この風景を覚えて違和感を感じたらすぐに引き返してくださいっていうゲームでしたっけこのゲーム始めた瞬間この画面でルール説明が何もなかった。だから一緒に探しましょうあ、書いてる書いてる、あ、書いてないわ。何これ、出口ゼロ、南部公園、清水中学校、米子寺。本当にある場所なんですかね。東京に住んだことないんですけど、東京に住んでる人は教えてください。あんな場所ありますか？おっと、なんかいますね、おじさんがいますよ。会社帰りかな、だいぶ疲れてるけど。こんにちは、こんにちは、こんにちは、あのこんにちはめちゃくちゃ不愛想なんですけど。なになになに、ついてっちゃう。いいの、家特定しちゃうよ俺。まあ、こんなんで引き返しちゃダメなんだよね多分。まあ、でも一回引き返してみる、試しに。引き返すと何が起きるのかっていう。でも引き返さないとゴールにたどり着けないゲームらしいんで、ちょっと一旦おじさんの家特定します。ねえねえ、結婚してるの、娘さんとかいるの、ねえお嫁さん可愛い、ねえどんな感じ。ええ、なになに、え、迷子、迷子った、あー絶対迷子だ俺と一緒。じゃあ出口俺見つけてきてあげるから、ちょっと待っといて俺今通報された俺今警察呼ばれたおじさんに。風景変わってなくない？あれ待って、さっきもこんな感じの、お、おじさんがもう一回来た。 What? What? え？兄弟？え、でもこれはもう違和感だよね。一旦引き返すか。え、怖怖怖、そういうこと？こうやって引き返していくとゴールにたどり着くはずなんだけど、あれ待って待って、は？迷い込んでる。え、どんだけ回っても同じ風景？は？え、待って、ポスターって左側になかった？右側にある。え、違和感？引き返そう。え、迷っちまった。え、待って待って待って、クソ迷子。え、ゼロって書いてるよね。あれ俺8番出口を目指したはずなんだけど、なんでゼロ？あ、ほらやっぱポスター左側にあるよね。え、怖い怖い怖い。え、どういうゲームこれ？待って、チュートリアルない今？え、説明してよ、どうやったらゴールできるか。え、待って待って、あ、書いてる、ご案内、異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ること。みんなで異変を探そう。 OK、 協力プレイね。異変を感じたら皆さんちょっと叫んでください、うわーって。そしたら僕も一緒に叫ぶんで。うわあ！おい！何やねん！は？え？ちょ、え？どうしたん？え？え？夢？何？通報するよ？お前おっさんよくもやってくれたな、さっきは。ちょ、またんか、お前。異変ですね。あ、じゃあ一旦引き返した方がいいの？これ。引き返すか。よかったよかった。これでどんどん引き返していこう。今の確実な異変だもんね。さっき猫さんがしたことです。さっきそういえば俺もおっさんに絡んどったな。さあ、異変ありますかと。禁煙、ポスター6つ、分別室じゃない、分電番室でしたね。え、はっ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 
あ、え、そしたら出口の1番になってる。進んだってことかな。おいおいおい、蛍光灯こまめに変えてけ。待って、絶対速いわ、おじさん。ほらほらほら見て、足の速度が2倍。わ、これにはわかる。 YouTube よく 1.5 倍とか2倍で動画見てるから、あれは明らかに速くなってる。戻れ戻れ戻れ。で、次の異変はなんか変わってる？大丈夫かな。ニューオープンドッグサロン随、こんなんあったっけ。で、おじさんも異変なし。あ、若干後頭部がハゲてる。いや、え、いや、え、でも髪の毛1本なかった。いや、薄毛具合は分からんな、俺あんまり。薄毛の気持ちちょっと分かんない。あ、ゼロになってる。やり直しってことか。え、どういうことだろう。え、毛量変わってなかった今、完全に。ちょ、ごめんね。俺自分今ふさふさだから、ハゲの気持ち分かんなくて。このさ、月曜日、木曜日が休みだったっけ。木曜日休みの鹿とかありえます？大体土日じゃない？もうこんな文字が変わってたらもう分かんないけどね。あ、分からん分からん。何も変わってない気しかしない。え、何？え？言っていいのこれ。失礼しまーす。はい。深淵だ。あ？え？何何？夢だった？第2ステージ突破ってこと？俺マジでわけわかんないんだけど。え、もうこのゲーム始めてさ、今ね、10分ぐらいなのね。なんで進んでるか分かってないの？あ、今の異変だから引き返すのか。オッケーオッケーオッケー。引き返せ。うわーい。もう遅い？さすがに？あ、じゃあもう一回やり直すか。どういうことどういうこと。ちょっともう一回異変探すわ、じゃあ。なんもないよね。おじさんも異常なし。おじさんって黒いカバン持ってたっけ。いやー、もうなんでおじさんのことこんなに気にしないといけないの。なんかさっきからずっとおじさんばっかり気になっちゃって、俺の店におじさんばっかりおっちゃう。これもしかして心がモヤモヤするし俺おっさんに恋してる俺もしかしてこれ恋。あれ、ずっとおじさんばっか目でおっちゃうんだよね、こうやって。こっち見てきてるね。おかしいねこれ。ねえ、俺も気になってるけど、おじさんのこと。おじさんも俺のこと気になっちゃってんね。これは異変でしょ。もう恋の病という異変。わけわかんねえ。これ恋愛ラブストーリーだった？ほんとにね、異変を探すの大変なんですけど、おじさんの異変はすぐ気づける。いや、なんもないよね、これ。うわ、びっくりした！は？何これ？え？待って待って待って。え、バグってるこれ。目こすっていい？え？これ完全に折っちゃってんね。異変じゃない？引き返すか。じゃあね、防犯カメラに気をつけるね。おいおい、マジで焦ったぞ今。普通に行こうと思ったら完全、何止まってんのあんた。俺のこと追ってたもんね。いつの間にか3番まで進んでるし。あ、これで異変を見つけてうまく引き返せると、どんどん数字が上がっていって、あれが8になるとクリアじゃない。つまりこれは思ったより早くクリアできるぞ。8番まで目指せばいいから、俺8分の3まで来てるってことだよね。これは完全攻略の紐近いのでは。防犯カメラも異常なし、大丈夫だよね。あれ、何もない時もあると思うんだけど、進んだのかな今。カチッと落としたけど。あー、ゼロになってる。やり直しなんだ。異変があったってことか。あ、おじさんが止まってたのが異変だったのかな。じゃあもう一回よく見ようぜ、みんなで。8番出口目指してます。木曜日が休みです。で、ドアの順番も変わってない。え、なにこれ。え、これなんか顔に見えない？え、俺これ画面の汚れ？ちょ、拭いていい？あれ？こんな変わったっけ？なくね？おいおい、おかしいぞ絶対。何か起きてるんだ、この駅地下に。いや、あれはね、さすがに。あ、ほら、1番だし。進んでるんだよ。完全にあれが異変だった。よく探せば見つかる感じか。あんな染みつくんだよな。でも東京だとね、落書きっぽい感じでよく。ちょっと失礼、おじさん。
挟まってんね、これ。完全に挟まっちゃってるね。これね、中国とかではよくある現象らしい。いろんな観光名所とかに詰まってるらしい。どうやってそんなとこ入ったんだみたいな感じで。だから、割とあり得る光景なのかな？ちょっとよくわかんないけど。うわー、待って待って。次の違和感は、見つからない？見つからないとかあり得る？いや、でも違和感ないもんね。ない時もあるんじゃない？って言って、進んでみると、ほら3番ない時もあるんだ。そのまま進んでいい時もあるってことね。ランダムで違和感が変わっていくって感じか。オッケー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 。なんか心なしか壁が綺麗になってる。こんなに光沢あったっけ？そんなに地味な違和感ある？大丈夫ですか？双子の方ですか？迷子ですか？喋ってくんないの？お、すげえ、俺がこっち行くと、こっち見てくる。さっきここにおじさんいたんですけど、見ませんでしたか？おじさん来ないんだね。まあ、一旦引き返すか。うわぁ！キモすぎ作者。これ作った人やばいでしょ。いや、ニヤリ顔で見てるんだろうな。いろんな実況を。あーみんなここでビビるぞって作ったんやろうね、今の。マジで、おこです。普通におこです。捕まった時点で0番ってことなんじゃない？うわ、やられたなー。完全にしてやられたね、今。はい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 。じゃあ、もう一回直しってことか。いや、待てよ。でも、もうね、さすがにみんなも見慣れた景色なんで、そんじゃそこらの違和感見逃さないっすよ。これ進んだんじゃない？ほら、やっぱ。俺みたいに見慣れた人だと、違和感ないことにも気づきます。ないことが、もう、違和感。禁煙。大体ポスターの違和感はもうないんじゃないかな。大体おじさんかドアか防犯カメラだよね。え、なかったんじゃない？違和感。え、見つけた人いる？逆にこれ見つけた人いたら教えてほしいわ。ニヤニヤしてるんだろうな。あ、やっぱなかったわ、なんも。これ面白いね、見てる側も。今、あそこに異変あったのに見逃してるよ、ニヤニヤみたいな感じで、こう主張してもろて。でも、本当にね、最近記憶力もね、低下してきてて、この話したっけ？最近、僕、頭の髪。うわわい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 、お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。あぶね、あぶね、危なかった。本当に何の話しようと思ったか忘れた。やばい、もう記憶がどっかに飛んでった。え、なんかいない？え、待って待って、奥になんか見えない？え、壁になんかさ、マネキンみたいな立ってない？あそこ、あれマネキンだよね。まあ、言うたら違和感だけど、近づいてみたいな。何が、バカ、お前ふざけんな。鬼ごっこ始まったって。おい、地下鉄走っちゃいけません。義務教育にならなかった？廊下と地下鉄走っちゃいけません。待って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 、どこまで廊下行くの？おい、怖すぎだって。声カスカスになっちゃった。待って、まだ配信始まって10分しか経ってないから。でも、もうそろそろ違和感ないんじゃない？おじさんも違和感なし。あれ、今回は本当に違和感なかったんじゃない？いや、怖っ。駅で走ってる人いたらね、マジでビビるからね。割といるけどね。新幹線の駅とか、もう間に合わなくて。だって間に合わなかったら1万円分ぐらい無駄だもんね。大阪から東京までの。あれ、今めっちゃ喋りながら歩いてた。何番だった俺今。いや、まあいいや。あれ？いつの間にか俺、戻ってる？あ、0回になってた俺今。マジかよ。ちょっとね、これ雑談しながらやるもんじゃないね。ちょっと集中します。あ、でも位置進んでる。からさっきのは違和感なかったってことね。で、ちょっと雑談なんですけど、東京にね、行った時の話でございまして。あ、進んでる！よくできてる、このゲーム！オッケーオッケーオッケー。記憶がね、最近なくなる時の話なんですけど、
さっきのね、話の続きね。で、東京行った時に、雨が降っちゃって、傘は持ってってなかったから、こうビニール傘を買って、さあ、駅に向かおうっつって、5分ぐらいで着いた駅に入って、トイレ行った瞬間、トイレにビニール傘を置いて、はい、ビニール傘を東京のどっかの駅に置いてきてしまうという、はい、800円見事に、ドボに捨てたという、はい、何のオチもない話。そう、でも最近記憶がね、本当にね、やばいんよ。ジジイ化現象。待って、いつの間にか進んでた俺。いいね。でもいつの間にか進んでるパターンが一番ありがたい。ホラゲ的にはやってる側としてはポイ捨てっていうのやめてもらっていいですか。ポイ捨てじゃなくてあれね、駅員さんにプレゼントね。ね、これでね、あ、4番4番、待って待って、違和感なくて4番まで来たよ。あ、これ自分違和感なしドストレート8番出口いいっすか。あれ、さっきから違和感全くない。あ、もう出し尽くしたか、すべての違和感。そう、俺ね、メタ発言するんですけど、ホラゲって金がかかってればかかってるほど、なんかそういう怖がらせる要素が多いんですよ。で、このゲームは500円。500円ってことは、怖がらせる要素はまあ10個ぐらい、両手に収まる0個だ。いつの間にか0番だ。今あったんだ、違和感。やっぱ喋っちゃダメだね。ちゃんと探そう。まあ500円のゲームだからそんなにネタがないと思ったけど、まだまだ俺が見つけてない違和感のネタはありそうですね。そう、ワンコイン最高。そう、ワンコインゲームだから実況したまである。ワンコインでこうスパチャが飛んできたらもう無料だからね。あれ、もう、でも本当に違和感ないんじゃない？おじさんも異常ないでしょ？あれ？あれれ？こんなもん？ほら、2番じゃん。お前、ないときはないって思って信じた方がいいんだよ。自分を信じる気持ち超大事か。オッケーオッケーオッケー。でも、ここも一旦、パッと見だけどないから、ありました。これってこの時点で引き返した方がいいんだよね。おかしいもん。そしたら番号が3番でしょ？ほらね？ほらね？入るやつはバカなんよ。でもこっから4番とかになってくるから、次半分超えるとさすがに。なんか今落としてなかった？気のせい？カチャって。気のせいか。おじさんも異常なし？異常ないね。はい、行きましょう。異常ないね、ほんとに。え、今あった？え、入ろうとした人いた？嘘。いや、ないと思うけどね。ほらほら、ない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 。で、4番、半分超えてから本気を出すのが、ホラゲの鉄則。はい、チャラ！ありがとう！あ、今からもう無料実況です。ボランティア実況。やべ、スパチャに興奮して違和感探せなかった。なんもなかったよね。こんばんは、最近夜勤とかでなかなか配信見れなかったので嬉しいです。頑張って。煮た卵さん800もありがとう。センキュー。ご安心ください。もう夜勤だからじゃなくて、普通に配信してませんでした。普通に YouTube 配信全くしてません。はい。スパチャでニチャニチャしてたら、はい、0番。金に興奮する男。もうニートの鏡。え、はっ、いい笑顔。アバター。これは完全に違和感。何あのポスター、普通に怖くね。自画像とかやめてもらっていいですか。俺の顔見たことあるんけ。見せたろかい。見せへんけど。見せるわけないやろ。素顔見せてくださいってね、もう活動歴分ぐらいほぼ毎日言われてるんですけど、マジでイケメンだったらもう一瞬で見せてますから。もうこんなね、活動歴何年、5、6年顔出してないってことは、もうそういうことよ。もうイケメンだったらもうそこら辺の視聴者はもう全員に、全員にもう、なんかもう、あれだからね、もう、メアドを送って、毎晩メールし合うんだから。あれ、違和感なかった今。進んでたからよし。これもない。これ投げなきゃいけないやつだ。は？はい？トイレかな？これは投げなきゃいけないやつだ。チャラに一歩近づけ。ゆずきよさん800万。ありがとう。センキュー。スパチャ読むタイミングで来るのやめてくれ。編集しづらいから。で、まだまださ、
違和感の種類出してくんのすげえな。ワンコインにしてはなかなか凝ってるゲームじゃん。違和感ないか。あれ今回違和感なかったよね多分。あー来た来た来た。4番、7番くらいまで攻めていきたくない。でも俺はもう違和感マスターだぞ。俺はもうどんな些細な違和感も見つけれる違和感の王に俺はなる。消火栓気にしてなかったな。うん、でも何もないと思うけどね。なんであったの今。嘘、どこよ。こんなにクリアできないんだ。もう正直30分ぐらいでクリアできると思ったけどね。ポスター近くなかった？そう、ポスター近かった今。もし録画見直してください皆さん。ポスターが近いわけないじゃないですか。そんなね、いくら視力の悪い僕でも。はい、1番来た。最近ね、もうぼやけて、もうお風呂ってメガネ外すじゃないですか。僕メガネしてるんですけど。もう目悪すぎて、もうシャンプーのボディとソープとの違いがわかんない。ボディとソープの違いって何？ボディとブローの違いがわかんないぐらい。もう目が悪くなっててね。もう体洗うのもままならないんですけど。あれ違和感あった今。ん？あったんだ。待って待って。まだ俺が知り得ない細かい違和感があるんだじゃあ。真剣探そうぜ。そろそろクリアしたいしね。行こう。看板異常なし。分電板室異常なし。換気扇異常なし。おじさん異常なし。今回もなかったでしょ。ほらね、今回もなかった。一つずつ見ません？オッケーオッケー。ちゃんと確認しよう。禁煙異常なし。ポスター異常なし。はっ！もともと？なわけねえか。完全に違和感です、これ。なんだあの看板。反対向きになってるぞ。ほら、進んだ。はいはいはい。これは異常あり。一個ずつ見ていけばさすがにクリアできるか。禁煙異常なし。ポスター異常なし。看板異常なし。分電室異常なし。防犯カメラも異常なし。おじさん異常なし。ドアも異常なし、消火栓異常なし、壁も異常なし、滑舌異常あり。さすがに進んだと思うけどね。よしよしよし、3番いった3番いった。指差し確認しましょう。指も指す？じゃあ、はい。禁煙異常なし。禁煙も大丈夫かな。ポスター異常なし、上異常なし、分電板室異常なし、換気扇異常なし、おじいさん異常なし。ヒゲ生えてたっけ。ヒゲ生えてたっけ。あんなマリオみたいな見た目だったっけ。大丈夫か。ドア異常なし、防犯カメラ異常なし。今回も異常ないんじゃない。異常あったんかい。やっぱヒゲ生えてなかったっけ。そうだよ、俺マリオみたいな見た目じゃなかったよね。マリオっていうか、どっからお坊さんみたいな見た目だったもん。ちょ、確認していい？ヒゲ生えてるわ。なんやねん。渡辺謙みたいな顔して。おじさんも大丈夫。おじさんが気づいたら一切老けてるとか、そんなこともありえないよね。おじさんが気づいたら既婚者になってるとか。おじさんが気づいたら昇級して課長になってるとか。そんな意味わかんない違和感はないよね。もうそれ気づけないもんね、そんな違和感。あい、気づいてなかったんだよね、俺。なんで？さっきから同じやつ見逃してる？いや、もうそりゃそうだよね。だって見つけれないんだもん。あのね。もう成長できないんだよね、俺。年齢を重ねると、成長を感じません。え？あ、待って。はい。階段なんておかしいです。行ってみて、あの階段何があるか。一旦行っていいっすか？行くぜ！栄光の駆け足！行けー！地味に出口とか。クリア！わーい！ほら。なんか音するし。本当にクリアじゃない？違いまーす。そらそうや。クリアじゃないんかい。あのね、これもしかして下手したら、禁煙ガチ勢。よっぽど喫煙者に恨みあるんだろうね。
もう副流煙ありえない人とか、もう妊婦さんとか、もうタバコ吸ってた人に根性焼きされた人か、もう絶対どれかですよ、あんなことするの。もうね、さすがにやりすぎのね、度合い超えてましたな、あれ。オッケー、じゃあもうやりすぎないぐらい俺を見よう、周りを。まあでも大丈夫かな、今回は。オッケー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 。はい、来た。はい、全然良くなかった。意味がわからん。なんで俺見逃してないぞ。え、このタイルの四角がいつの間にか1センチメートル大きくなってるとか、そんな違和感もありえる。でもそれ違和感じゃねえ、それもうサイゼリアの間違い探しや。おじさんが実はスマホで盗撮してましたとか。そんな違和感ある。おじさんの持ってるスマホに女の子のパンツの中が映ってましたみたいな。一応チェックする。いや、今回は盗撮してませんね。そうだよね、地下室に一人であんなさ、スマホ持って歩いてる人普通いないもんね。もう盗撮してるか、もう女の子のエロ画像を見てるか二択ですよ。もうそう思ってる俺がおかしい。見逃さないように行こう。え、あっ、あっぶね、階段じゃん。気づかないところだった。もう一番気づかないといけない場所ね。どう頑張っても気づくやつね、階段だけは。怖いのだけやめてほしい、もう違和感だけで終わってほしい。急にバコーンとかやめてほしい。さっきの血の海とかめちゃくちゃ怖かったしね。あれもダメなやつだ。いや、怖すぎ。でもホラゲあるあるだったね、子供が昔の思い出で描いてるお母さんの顔。あ、ほらやっぱね、このイラスト屋みたいな顔だもんね、普通は。よく気づいた俺。ポスターやっぱ違和感あるんか。スマホ持ってるよね、おじさん。うわー、違和感あった気もするな、これ。ないか、大丈夫か。いや、ないか。いや、そんな細かいとこまで違和感あるわけないよね。あ、待って待って、5番まで来た、5番まで来た。これでかい、絶対チェックしよう。見逃さない、何にも見逃さない。おじさんの鼻毛が1本出ても俺は見逃さない。おじさんの履いてる靴が急にサンダルになっていたり、おじさんがやっぱりノーパンだったとしても俺は見逃さない。音聞こう。革靴の種類変わってないね。おじさんは匂いも異常なし。ポスターも異常ないか。ムーブフェス、え、ムービーフェスじゃない普通。スペルが間違ってるとか、そんな細かいのあるわけないよね。え、これ、え、言っていいのかな。ちょっとハゲてね、ちょっと真剣に考えてもらっていいですか。おじさん毛量チェックイン会作るのやめてもらっていい、コメント欄で。目動いてた。え、ほんとに目あっ、おい、お前見逃さないぞ俺は。あっち向いてほい、左、はい、バカー。よし、俺の勝ち。もう勝ちじゃないこれ。今ので何番だったっけ。6番。あと2回見逃さなければ俺の勝ち。いや、もう見逃してくれよ。違和感、おじさんに違和感はない。8番出口も違和感ない。ってなると消火栓もありえない。目も動いてない。勝ちって言った今。お願いします、消えてくれ。どう、あ、7来た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 。え、これクリアしたらあっちじゃない。最後はとんでもない違和感が待ってるんじゃない。さあどうだ、禁煙も大丈夫。え、こんな腐ってた色。え、思い出せない。え、こんなゾンビ。タバコタバコ感染してない、何かに。え、タバコなんか、あとおじさんも異常だよね。
タバコがなんかゾンビに噛まれたみたいな色してたけど、引き返すか迷うな。一回いろんな違和感探しつつ、なかったらワンチャン引き返すか。あ、やっぱ変わってないかも。ここも変わってないってことは色一緒だから。あおおえ、待って待って、タバコの色やっぱおかしかった。あ、ふた…え、待って、タバ…タバコ…やばい、なんか…え、なんかタバコの匂いしない？もうめっちゃ過ぎてるあれ？なんか臭くない？この地下鉄。あ、もう違和感、俺の体に違和感引き返します。意味がわかりません待って俺、なんかね、俺の体急に咳が出ると思ったら違和感だったみたい。あ、そういう感じなんだ。なんかもう、このゲームの中で完結せずに、プレイヤーにも影響を及ぼす。ちょっとみんなもね、違和感感じたら教えてほしい。それがね、もう、え？あ、ポスターが全部一緒だ。すごい！違和感。もう10種類以上違和感見つけてるから。どうしたの？今日いいことあったんだ、おじさん。どうしたの今日、昇級した？それともあれ、娘の誕生日？なんか買っていきなよ、帰りに。じゃあケーキとなんか娘が喜ぶおもちゃとか買っていきな。じゃあね、お疲れ、またね。いやー、もう絶対ね、なんかありましたよ。心の底から笑ってるからね。なんかお金関係が良くなったとか金融が良くなったとかそういうんじゃないよ。もう娘が受験に受かったぐらい。あ、待って、引き返してないじゃん。え、なんかね、ごめんごめん。俺ね、嬉しくなっちゃったの、今。マジでごめん。ちょ、マジでごめん、今。嬉しくなっちゃって、俺もなんか、よし、おじさんの家が見れたし、俺も帰るか、みたいな気持ちで歩いちゃった。ちょ、今、マジでごめん。ガチで今、イージーミス。ホラゲならもうビビらせに来てほしい。もうこれ、違和感だ、怖いぐらい。恐怖を覚えたら引き返そうってなるけど、今の笑顔は完全にもう、よし、もういいもん見れたな、よし進むかみたいな感じで安心しちゃったんだよね。ちょっと本当にごめん今違和感あったんだ、しかもちょ、わからんかった。クリスマスの予定は皆さんありますか？はい、ない人ばっかりですね。ちなみに僕も全然なくて、まあ今からできる可能性とかも十分あるんですけど、やっぱね、配信者と視聴者にいると言いますか、予定ない人がこんなにたくさんいるなんて、ぬこさんびっくり。俺にあれか、逆にクリスマスの予定があった方が違和感か。じゃあ違和感ないってこと？おい、ふざけんな！違和感であってくれ。俺が年末予定がないのもなんか違和感であってくれ。毎年普通にクリスマスも、もう全てのそういうやらしい行事の日は配信してますからね。マジで、なんでだろう。なんでこんな人生になっちゃったんだろう。一番出口も変わってないしね。はい、めっちゃ笑顔。おじさん、さっきの俺のヒリア中話聞いて笑ってんの？ぶっ飛ばすぞマジで。いや、もうさすがに俺もう全部見つけたよ。さすがにもう全部見つけたよ俺。異常なし、こっちも異常なし、看板も大丈夫、裏側も大丈夫。なんか怒ってるえ？いつもより怒ってる？え？いやいや、どんな顔だったっけ？これは上司に怒られたね。ハゲが進行してムスッとしてる？あれ？あんな顔じゃなかった気もするけど。どうしようどうしよう。あれが違和感だったらマジでびっくり。おい、やっぱあれ違和感だったんだよ。ちょっと怒ってたもん。いや、怒ってたんかい。多分ね、もうクリスマス近いのにね、何も家族に貢献してこなかったんでしょうね。ドアノブがずれてた？マジ？え、待って、え、ドアなくね？いつも分電室確認とか言ってるもんだろ、ここで。あぶねえ、さすがに違和感でしょこれは。ほら進んだ、よし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 。もうあんなに見た分電室、親の顔より見た分電室。分電室って何？分電番室ね。親の顔より見たのに忘れてる名前。IQ2 億の俺が間違えるはずがない。ほらね。やっぱり。そう、俺 IQ だけはめっちゃ高くて、記憶力もめちゃくちゃあるんですよ。そんな俺が
分電搬出を覚え間違えるわけがない。違和感です、これはもう。アルバイトパート大募集ニューオープン。やっぱね、なんか俺ポスター系の違和感を見逃してる気がするんだよね。ムービーフェス、メイクアップアート、オフィシャルチケット先行販売開始10月3日10時、主催パリパゴテレビ、お問い合わせパリチコテレビ。噛んだから違和感か。え、ライトおかしい。帰ろ。え、こんなガタガタだったっけ。危な、見逃すとこだった。え、びっくりした、おじさんかい。はい、ついに3番俺今気持ちじゃ7番ぐらいやったんだけど、いつの間にか3番まで押さえてたんだ。はい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 、よく気づくね。てかコメント欄今見て思ったけど、みんなライトって言ってたじゃん。俺は噛んだことが違和感かと思ってたけど、俺が噛むのはじゃあ普通ってことか。やかましいわ。オッケー、これはあんまないんじゃない、さすがに。来た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 、4番4番、これ大事にしよう。ここでクリアしなきゃもう無理でしょう。はい、パッと見異常なし、ポスターも異常なし、ドアも異常なし、おじさんも笑ってない、不機嫌な顔よし、髪の毛の本数よし、従業員専用ドアノブの位置。この位置はもうあれ、昔のゲームのキングダムハーツみたいな感じとか、これ開きづらとかいうレベルじゃないよ。もう桁押して開けないと開けれないレベル。オッケーオッケーオッケー、これで5番ね。はい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 、いいよいいよ、調子が出てきたよ、どんどん。禁煙のなんか煙の数がこんな少なかったっけ。え、もしかしてこれおじさんの髪の毛が2本取れてここについた。おじさん髪の毛2本足りてなくない、大丈夫。いやーなんか2本じゃなかった気もするけど、大丈夫か、大丈夫だね。ポスターも違和感ないよね。オッケー、終わったでしょこれ多分。オッケーオッケーオッケー、多分コメント欄でも何も言ってないしみんな。あー6来た6来た、でかいでかいでかい。じゃあ行こう行こう行こう、これで終わらせよう。みんな3度目の正直。禁煙のポスター異常なし、カチッと落としたね今。怖いね、なんかあるってこと。じゃあ分電盤してもらうでしょ。おじさんも笑ってない。眉毛にこんななんか刺さってたっけ。え、眉毛になんかコンペン灯みたいな刺さってたっけ。ええ、コンペン灯つける意味なくない。待って、違和感でしょ、ついてた、もっともっとあった。え、だとしたらなんで。うわ、なんかもう疑心暗鬼すぎていろいろ違和感に見えてくる。大丈夫でしょ、違和感なかったよね、もう。行きましょう。よしよしよし、なんだなんだ、来たな来たな来た、オッケーオッケーオッケー、ラストじゃない。パッと見なんもないけど、ここで最後に分かりやすくあれか、血の海とか流してくるわけないもんね。めっちゃ細かい違和感なんじゃない。つまり分電盤室、おじさん、ポスターも異常ないよね、防犯カメラ作動中、大丈夫だよね。これであったらもうアハ体験レベルだぞ。行くぜ。いや待って、正直コメント欄も誰も気づいてねお前ら笑いすぎな君たち笑いすぎね。みんなも気づいてなかったからね、これ俺だけの責任じゃないよ。もう誰も分かんなかった違和感。排気口、うわー、びっくりした、排気口違和感ありすぎ、ワカメ垂れすぎ、ワカメじゃない、墨汁ペロ、怖すぎでしょ今の。排気口に何が住んでんだよ、何が住んでたらあんな黒い水出てくんだ。あそこでやってた冬休みの宿題、小学生が習字書くやつ。最近の小学生なんで書くんだろうね、
ツイッターで見たことあるけど、俺小学生がみんな揃って納税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 って書きまくってる日本人の洗脳みたいな書き初め大会の。で僕の時はね、夢とかあと希望とかそういうプラスなイメージの漢字を書いた覚えがあるんですけど、はい0番喋ってたら普通に見逃す。もう最後まで待て、危な、引き返せ引き返せ引き返せって書いてある。昭和の曲のなんかサビみたい。飛んで飛んで飛んで回って回って回ってっていう曲があったんですよ昔。もう最近平成令和の子は知らないと思うんですけど、ただ同じ言葉を繰り返すみたいな、そういう曲が流行ってたんですよ昭和は。安心してください、れっきとした僕は令和生まれです。違和感ないよね。待て、気づきますこれ。え、これ視聴者気づく？俺だけ気づいたの？これ違和感ありますよこの中に。ちょ、これはみんなに気づいてほしい。俺言いたくない自分の口で。めっちゃ破体験なんだけど。え、すごー。え、やばい、どこまで行くのこれ。あ、止まったか。え、答え言っていい？めっちゃね、この女の人のお胸がでかくなってる。この女の人のお胸がどんどんでかくなってた。全然こんなね、最初 B カップぐらいだったのに、もう G カップですよこれ。冗談置いといて普通にポスターがでかくなってました。だってさ、もうこれ壁の横12345、あ、引き返さなきゃ。壁の12345678910メモリあるでしょ。普通そんななかったよ、11メモリでしょ。びっくりした。はい、さすがに違和感でした。で、普通の時はほら見て、6メモリぐらいしかないの。いや、これはね多分今まで1回も気づいてなかった。何回かあったんだろうな。オッケーオッケーオッケー、そろそろもうじゃクリアなんじゃないですか。おじさんの顔見忘れた。おじさん、あの、おじさん、まま、ちょっと待って。これは制作者さんどっちなの。制作者さんこれどっちなの、違和感なの。違和感じゃないだろう、これ違和感じゃなくてこれバグだろバグ。待って、インビジブルおじさんはどっちだこれ。違和感ちゃ違和感なんだけど、これは仕方ないよねって感じかもしれない。これ仕方ない方の違和感、それとも仕方はある方か。これはね、引き返すっていうよりはもうその本来これ買ったね、Steam っていうページに飛んでフィードバック送信を送った方がいい気もするんだけど、これ違和感じゃなかったらやべえな、一回見逃すか。どうしようこれ。これはどっちだ。一応他の違和感を探してなかったら引き返してもいいかもしれない。違和感、違和感か。違和感、いや違和感。いや、これで数字ゼロに持ったらマジでショック。絶妙なラインやめて。あ、これ明らかに制作者さんがもうミスってる、違和感だーっていう違和感だけにして。あ、大丈夫っぽい、6番に合ってるし。これ違和感かー、違和感だよね、そうだよね。これは判定が難しかった、違和感ってよりは。どうなってんだ、もうあれサムネ、ちょ、サムネになっていい、サムネにしていい。あ、進んだ。俺サムネ取りに行こうとしてちょっと行ってちょっと戻っちゃったら違和感あったみたい。もうこれはね、ラッキーボーイです僕、ラッキーです。もうじゃあ最後のあれ見つけに行きましょう。もうサムネ取れなかったのは超アンラッキーなんですけど、まさかね本当にあったとはね。もう俺の行動も制作者さんびっくりしてる。こっちもバグって悪かったと思ってると思うけど、制作者さん多分俺も悪かった今のは。さすがにおじさんも違和感ないよね。オッケーオッケーオッケー、待ってよ。あら、あんな進撃の巨人みたいな大きさだったっけ。いや、待って待って待って、今見送るときに目測多分これぐらいなかった。え、おじさんでかかった、でかかったか、成長したか、さすがに成長しすぎか。おじさんおっきい、やめてもらっていいですか。メス鳴きコメントやめてもらっていいですか。あ、でも明らかにおじさんおっきいよねこれ。おじさんそれはおっきすぎか。
そうだよね。この拳の位置に俺の顔なかったもんね、さっきまで。やっときました。皆さん、ついにお待たせいたしました。出口8番。これで違和感を見つけたら俺の勝ち。見つけなかったら、またゼロから。もうゆっくり見よう。どんだけ時間かけてもいい。あれ天井ってこっち向きだよね。しましま。なんかね、大したことはないけど、全部違和感に見えてくる。監視カメラあったっけ、こんなとこに。で、電気も大丈夫。禁煙、ポスター、おじさん、ちっさくない？え、おじさん、ちっさくない？待って待って待って。通行止めします。おじさん、こんなちっさかったか？もうちょい大きくなかった？おじさん、小さいよね、やっぱ。これが普通？さっきの見たせいか？え、ほんとに？え、ちっさくね？え、ちっさくね？え、ワンチャンちっさかったぞ、あいつ。どうだ？いや、行くか、これ。迷うな。どっちだ？いや、俺、自分を信じよう。でも、最後に違和感なしは、あるか。いや、多分ね。え？終わりじゃないの ?8 番。え、さっき8番だったよね。びっくりした。え、じゃあもう、帰れるんじゃない？曲がった先には？え、はい、え、待って、2倍速おじさん。え、違和感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 。待って、出れなくなっちゃった。え、いつまで経っても8番。え、怖っ。え、待って待って、8番出口を目指すんじゃないの？このゲーム。え、無限？え、パズル&ドラゴン無限回路。始まった。え、待って待って、どういうこと？どうやったらクリアすんのこれ。え、待って待って。おじさん？出れなくなっちゃった、俺。これバグですか？は？え？え？待って。違和感探すよ、一応。え、8番行ったらもう終わりかと思ってた。え、無限に違和感を探し続けるゲーム？いつの間にかこうやって出口を見つけられなかった。今日がね、これリリース日なんですけど、このゲーム。出口を見つけられなかった配信者を全員デバッグさせるっていう、そういうゲーム？え、大丈夫だよね、これ。言っていいよね。違和感ないよね。ポスターの大きさも変わってない。これがレクイエム。ジョジョ。これがレクイエム。MMMM。いつまで経っても、俺は抜け出せ。あ、お8番出口、南部公園、清水中学校、米子寺、鳴平ビル、六本木交差点、来た！行くぜ！明日に向かって、きらめけ！うっ、眩しい！来たー！終わりでしょ、さすがにこれは。あー、やったー！エンディング来たー！